こんにちは。アジア最大規模再生エネルギー展示会国際スマートグリッドエクスポへようこそ。ワールドスマートエナジーウィークに開催される7つの展示会の中で一つである国際スマートグリッドエクスポは ESS、EMS、VPP など効率的なエネルギーソリューション関係の会社が出展する展示会です。国際スマートグリッドエクスポは日本政府が2050年まで RE100 の実現を宣言した後に開催されている大規模の再生エネルギー展示会です。今回のワールドスマートエナジーウィークにどんな方々がお越しになり、どんな会社が出展しているか一緒に回りたいと思います。ここが弊社 LS エレクトリックのブースになります。今回弊社は ESS ゾーンをメインとして入り口に配置し、ブースの中央を通路式に構成しました。開放的な空間にしたことで訪問した皆様が弊社のブースを自由に見られるようにしたのが特徴です。ここが LS エレクトリックの ESS ゾーンの1番目のゾーン、 ESS プラットフォームソリューションゾーンです。では早速担当者様のご説明聞いていただきたいと思います。私は LS エレクトリックジャパンの方で ESS ソリューションの方の担当をしているジョン・チャンヒョと申します。こちらについての方は弊社 の主力商品である ESS の、フラットフォームの事業となります。でこちらのに見せるところの方が、MSSPというところの弊社の主力商品になってまして、ESS のプラットフォームのソリューションについては欠かせない商品となっております。 LS エレクトリックの ESS パッケージソリューションゾーンです。このゾーンでは LS が提供している製品が展示されています。はい、こんにちは。こちらの LS エレクトリックジャパンで蓄電ソリューションの方を担当しているE4J と申します。このゾーンについてご説明お願いします。はい、このゾーンに関してはですね、弊社蓄電ソリューションの方を用いてですね、でいろんなアプリケーションに関して使うことができるシステムソリューションの紹介資料になっております。特に最近国の補助金を使って軽東洋につなぐ蓄電ソリューションに非常に関心、また興味がたくさん集まりましてですね、弊社の場合ですね、こういった2メガワットのパワーコンディショナー、またこういった8メガワット分の蓄電池を用いて高圧案件、また等高圧の案件を応用することができるんですけれども、こういったこう価格、また品質、またデリバリーの全ての面でお客様の希望に応じて対応させていただきたいと思います。はい、以上でございます。次は ESS 最終ゾーンのゾーンである ESS EPC ソリューションゾーンについて話したいと思います。私はLS エレクトリック韓国本社のグローバル SE 営業チームで働いているキム・テゴンと申します。このゾーンは ESS EPC ソリューションのゾーンで、 EPC っていうのは設計と建設、つまり全ての工事を担当する、そんな言葉ですね。それでこれは LS エレクトリック その ESS の EPC の工事の実績です。では今から2つ目のゾーンの EV チャージングゾーンに移動したいと思います。안녕하십니까저는 LS 엘렉트릭 선행기술연구팀의심정욱이라고합니다제가소개시켜드릴이기기는반도체변압기라는기기로서대용량충전인프라에전력을공급하는기기로서고압의배전전압을입력을받아서저압의직류출력으로내는그러한기기가되겠습니다가장큰장점으로는기존동일용량의시스템에비해서효율은 3-4% 정도향상이되고전반적인면적은 40% 정도감소가되며무게는 50% 정도줄어든그런효과를가지고있습니다감사합니다では次に移します。ここは LS エレクトリックの電力システムソリューションゾーンです。ここでは LS のいろんな製品が今出展されています。韓国 LSAP 事業部の日本パートのチャンと申します。このゾーンは風力や太陽光などの発電所から発電した電気をご利用者までつながるその配電盤などやその分岐などに使われている電力機器を展示されているゾーンでございます。ここまで LS エレクトリックと一緒にスマートグリッドエクスポを回ってみました。 LS 全員の皆さんが高い意識を持って働いていることが確認できました。では今年来年を向けて皆さん頑張っていきましょう。